フィアット6614とは1970年代にイタリアのフィアットとオートメラーラが共同で開発した小型の四輪式走行兵員輸送車である。フィアット6614は車体の全部左側に運転席を配置し、ここの小さな防弾ガラスによって視界を確保する。社長は車体の中心の席に座り、 M113 装甲兵員輸送車から流用された社長用キューポラによって周辺警戒に当たるとともにキューポラに装備された機関銃によって自衛戦闘を行う。車体には9名の兵員が乗り込むが座席は装甲兵員輸送車で一般的な向かい合わせもしくは背中合わせ式のベンチシートではなく全員に前に向いた独立した座席が用意されている。ただし 兵員の迅速な乗降の邪魔にならないようにシートは背もたれの部分を折りたためるようになっている。左右と後部に一つずつ合計三つのドアがあり迅速な乗降が可能である。ほか、左右に四機ずつ後部に二機の合計十機のンポートも備えている。走行板は 7.62mm な東段クラスの消火器や流弾の破片を防げる程度であるが、 NBC 防護装備を搭載している。水上浮き光能力も備えており、タイヤの水中回転によって前進する。ありがとうございます。